皆様、こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日は12月23日木曜日の夜のアイリッシュナイトをより楽しむためのアイリッシュ講座。アイルランド音楽って何？みたいな感じのね、2日目となります。昨日はほとんどチョコまみれの話で終わったような気もするんだけど、アイルランドの音楽って、昨日の話ではね、日本のこの、童謡みたいなもので、誰もがそのメロディーを口ずさめちゃったりとかする。で、その音楽が流れるとね、自然とステップを踏んじゃったりとかする。生活にものすごく密着してるよっていう話をね、昨日させていただきました。私が、ノコギリ、ミュージカル奏をね、させていただいてるんですけど、で、世界大会出るのに、アメリカ、サンフランシスコに行った時なんですけども、やっぱり現地で同じように思ったんですよね。すごく生活に密着した音楽っていうのが世界中にはあるんですけども、ものすごくいいなっていうのと、私はそもそも何をね、なんで音楽をしたかったのかっていうのをこう思い出すきっかけになるというか、で、皆様もあるかもしれないんだけど、民族音楽を聴くと、普通のクラシックを聴くときよりも、よりこう胸がざわざわする。体の中の感覚っていうのがこう研ぎ澄まされるというか、ものすごく感情に訴えてきたりとかするなって思ったりします。なので、最近生徒さんに言われて ものすごく思うんですけど、私民族楽器好きなんだなっていうことがよくわかります。ディジュリドゥ好きだしね、ディジュリドゥそこにあるけど。だけど、なかなかね、本番のために練習しなきゃいけないことが続いていて、手がね、あそこまで今伸びてないのが実情です。しかも夏にね、無理言って譲っていただいた楽器が別にあるんですけど、まだ皆さんにお披露目してないんですけど、触る時間が本当になくって、枕元に今置いているんですよね。で、本当に、時間があるときに、ちょっとだけね、触ったりとかしているんですけど、いや、これ、デビューいつできるんだろうっていう感じですけど、でもね、やっぱりね、生きてる間に触っておきたいと思うわけなんですよね。でも世の中民族楽器って多すぎるんですよね。あ、また脱線していった。それはとにかく、置いといたとして、一応ね、木曜日に、今回、ティンホイッスルと、アイリッシュフルートを私当日吹かせていただくんですけど、2部の方でね、内緒でもう一つ楽器をね、出してこようかなと思っています。間に合うかどうかにもよるんですけども、多分間に合うでしょう。あと、気温ですね。温度差があんまりなければ。あったとしても一応ね、持っていてお話はさせていただこうかなと思っています。演奏の状態はね、その会場の状態をちょっと見て検討しようかなと思っているんですけども、その楽器っていうのはやっぱり、全てのルーツになっていて、実は東京の私の笛の師匠も、それを欲しくて頼んでるんだけど、まだ制作者から届いてないという話をされてました。私もね、届いたのが本当に最近なので、実はちょっとだけ音痴が違うので、さらっているところです、必死に。間に合えば木曜日にお披露目します。間に合わせる予定でいてます。本当もう一個の楽器をね、使って、やりたかったんですけどね、その楽器にちょっと諸問題がありまして、これも多分年末ぐらいに面白い動画が出せるんじゃないかなと思うので、その時にお話ししていこうかなと思います。ちょっとね、いろいろあっちこっち脱線しておりますが、ケルトのね、音楽とアイリッシュ音楽何が違うかっていう話になってくる。そのあたりをね、アイルランドの音楽するんだよね、今度っていう話をするとね、アイリッシュナイトに吹かせていただくんだよねっていう話をしたら、ああ、ケルトねって言って言われるんですね。間違ってはないんですよね。ケルトの方がもうちょっと広い感じかな。で、今回は本当にアイルランドの曲だけをピックアップしてやる予定で、アイルランドの曲じゃないのは1曲だけ、タイタニックのテーマ。ただね、なんで入れたかって前も言ったかもしれないんだけど、タイタニックのテーマは、トラッドではないし、アイリッシュっていうくくりの中に入れていいのかとか思うんだけど、やっぱりね、タイタニックのテーマのおかげで本当に、ティンホイッスルやら、アイルランドの音楽っていうのが、世の中、
広く認知されたわけなんですよ。まあ、もちろんその前とかもね、別の、ね、もので、ね、認知されてはいるんですけど、あと皆さん意外と知らないんだけど、啓蒙音楽、ゲーム音楽とかにもよく使われてて、ゼルダの伝説とかね。なので、なんかね、知らない間に聞いてるんですよね。だから私もアイルランドのその音楽をこう勉強して、自分が吹き出してから、あ、テレビでこれまた流れてるとか、あ、あれ流れてるとかあるし、逆にね、新曲をその、まあ、ケルトの音楽をされてる方、まあ、アイリッシュもそうなんですけど、ケルト系のね、音楽勉強されてる方とか、まあ、職業にされてる方が、まあ、オリジナルを書き上げて、で、提供されてたりとかするので、本当にびっくりするぐらい、CM だったり、テレビの後ろで流れてたり、ドラマだったり、映画だったり、いろんなところで、あ、ケルトだったり、アイルランドの音楽を使っている、もしくは、その楽器たちを使って奏でているっていうことがあるので、なんか、多分ね、木曜日にアイリッシュ音楽聞いたことないんだけどな、どんなだろうなと思って来られたら、あれ、なんかどっかで聞いたことあるなって思われるんじゃないかなと思います。で、まあ、そうでない方も、こう、タイタニックのテーマを聞いていただいたら、あ、この感覚知ってるって思われる方の方がね、ほぼ100%近いんじゃないかなと思います。そのまんまの流れでね、多分ね、アイルランドの世界にね、こう入っていけるんじゃないかなと思います。なんだろう、クラシックの方が逆に敷居高いのかななんて思ったりしますけどね。なんかクラシック、今回も言われました。クラシック音楽っていうのは、なんだろう、行くのにあたり、こうなんか、ちょっとね、ちゃんとしなくっちゃって思う方が世の中多いみたいなんですよ。もう私はもうね、しょうがない。同じ職業なので、何ももう感じないわけなんですけど、まあ、一昔前だったら拍手するタイミングがわからない。これ前言ったかもしれないんだけど、うちの師匠の、別のね、師匠なんですけど、関西の方のが、やった曲で、みんなが知らない曲があったんですよね、笛吹きが。それなんかは、ものすごい細かい楽章で、普通、楽章ってね、長くても4つか5つか6つかぐらいまでなんだけど、10超えてたんですよね、確かね。で、それで、拍手のタイミングを、お客さんが見失ってしまって。で、ものすごく派手に師匠がこう終わったもんだから、これで終わったんだと思って安心してみんな拍手したら、まだ続いてたっていうのがあったんですけど、やっぱ、大丈夫。音楽仕事にしてる人も知らん曲は拍手のタイミング分からへんしって思うんだけど、やっぱりクラシックはね、うっかり変なとこで拍手したら、こう白い目で見られるとか、うっかり船を漕いでたら小突かれるとか、咳ができないから、じっとしてなきゃいけないから、今の時期ってただでさえも咳したら、えって睨まれそうな感じじゃない。昔よりかは緩和されたけど、それでもね、マスクしてて、こうクラシックで静かな中でこう聞いてると、絶対みんな咳したくなりますよね。で、だからしょうがないから、本当ダメなんだけど、アメちゃんを舐めてるっていう人もいます。なので、そのあたりの、なんだろう、変な静けさ、が、クラシックを聞きに行くときに、あ、しんどいとか思ったりするみたいなんだけど、なんかね、それとは真反対にいるかもしれないですね。アイルランドのこのアイリッシュっていうのは。そうですね。まあ、もともとがね、そう、まあ、生活にものすごく密着してるっていうところもあるし、今なんかは商業的にね、パブでもすごく演奏されてるので、なんだろう、気楽に本当にビール片手に飲む。クラシックなんかビール片手にと言ったら怒られちゃう。逆に、クラシックも飲まないわけじゃないんですよ、実は。ヨーロッパに行ったりなんかすると、演奏会があるんだけど、演奏会の一部と二部の間の休憩がちょっと長めでですね、何してんのかと思ったらみんなワインを傾けてると。休憩にふいって出てきたら、ワインをちょっと一杯飲んで、そしてまたほろ酔いで聞くというね。だからヨーロッパのコンサートって遅いですよね、時間がね、スタートがね。9時ぐらいからだったりとかします。まあ、ものによるんだとは思いますけどね。なのでね、なんだろう。まあ、それもまた、クラシックっていうのが私たちにとっては、まあ、最近になってから身近になったものであって、ヨーロッパとかだと、もう本当に、なんだろう、自分たちの生活の一部として長くあったんだろうなっていうのが、そのあたりから見てたりなんかするかなと思います。まあ、アイルランドの 音楽は、めっちゃ気楽に聴けます。で、
曲名なんか多分覚えれないと思います。なんか気に入ったものがあったら、そのメロディーを鼻歌で歌えるようになっていたら、多分最近は鼻歌って歌うと検索してくれるんですよね。うん、そういうソフトがあるらしいので。で、まあ、なんだろう。気に入ったら、そうですね。アイルランドの音楽って言って検索すると山のようにこう出てくるので、ちょっと流しながら聞いていくと、多分、あ、これかなっていうのが見つかってくるんじゃないかなと思います。まあ、逆にその中から、あ、聞いたことないけど、この曲好きだなっていうのが増えていくかもしれないし、なんかね、一応ね、曲名ってあるんだけど、実はこれも伝承だから、名前が実はいくつもある曲っていうのがあります。なんかね、ルネサンスの楽譜とかもそうなんだけど、ルネサンスなんかひどくって言ってて怒られるのかな。頭の出だしの歌詞が曲名とかね。オープレドブーとかね。は じめ何事ぞよって思ったんだけど、なんだろう、曲名をつけて、なんていうかな、曲を残すっていう風になった文化っていうのも、割と最近なんですよね。で、当然のことがさっき伝承だって言ったけど、口伝で伝えてるもんだから、口伝で伝えるときに、なんていうかな、ちゃんとタイトルつけてる人もいたのかもしれないんだけど、口伝だから、まあ、ね、伝言ゲームと同じ感じで、こう、最後には変わっていくわけですよ。あと、よくアイリッシュ音楽であるのが、例えば、何々のジグとかって言ったときに、ジグっていうのは、まあ、ダンスのね、一種なんですけども、何々のっていう時に人の名前がついてるんです。で、じゃあその人が作曲したのねって思いきや、いやいやいや、何々さんが得意としてたジグだよっていうのがあったりするわけなんですね。なので、決してそのタイトルの名前が人の名前であっても作曲者とは限らない。っていうあたりがね、なかなか面白いんじゃないかなと思います。なので、今回ね、一部と二部でね、演奏する曲ね、ちょっと変えてるんですけども、同じものもあるんですよ。同じだけど、例えば楽器が違うっていうのもあります。で、でもね、一部も二部も時間が近いので、両方聴いてみたいなっていう方いらっしゃったら、なんだろう、二回同じことやるのってつまんないじゃないですか。なので、皆さんがよりいろんな曲を聴いていただけるように、一部と二部違うものにしています。なんでね、いろんな曲がこう飛び出てきて、曲数としてはやっぱり多いんですよね。全部合わせたら30曲くらいなのかな？もうちょっとあるのかな？なのでね、大体1曲をこう1曲でやることって少なくって、何曲かセットにして演奏するので、え、今ので1曲だったの？みたいなのがあったりします。で、どうしてもこの曲気になるわという方は、一応一曲ずつね、何々と何々を演奏しますとかっていうのをね、お伝えしていこうと思うんですけども、どうしても気になるあの曲なんだったっていうのがあったとしたら、終わってからね、声かけていただいたらお教えしますので、声かけてくださいね。で、プログラム当日ね、お配りするんですけど、全曲載せると 視力検査みたいになっちゃうので、字が細かくって。なので、暗いですしね、会場も。なので、主な曲目しか載せません。しかも、一部と二部で、重なってる曲目だけ載せるのかな。楽器は変わっても、やるって決めてるね、曲だけ載せるので、アレンジとかも違うんですけども、まあ、そのあたりもね、はい、あ、同じ曲なんだけど、こんな風に違うんだなっていうのを、時間のある方は1部と2部と通して聞いていただくと面白いんじゃないかなと思っています。じゃあ、また長くなっちゃったし、話めっちゃ脱線しちゃったけど大丈夫かな？またこの続きは明日お伝えしますね。それでは皆様、またね。